すみません。じゃあちょっと伊藤純也さんなんで、ちょっといろいろ来た中で、ちょっと少しまた一つパーツが埋まったようなところがあるんで、その話を。はじめまして、 YouTube 拝見しております伊藤純也の件ですが、に代表を務めるための陰謀論などちょっとそれた話が出過ぎていると思います。まあそうね、陰謀論はそうですね、陰謀論になると何でもありになっちゃってカオスになるんですよね。前も言いましたが、まず日本代表を貶めるためなら、アジア杯はインパクトが弱すぎる。やるなら、ワールドカップ最終予選か、ワールドカップ本戦でしょ。まあ、それも僕は、まさにそうだと思ってます。アジアカップじゃ弱いっすよね。身長を貶めるためなら、伊藤純也では弱すぎる。なので、陰謀的なことはないと思います。もう、それもそうです。まあ、伊藤純也素晴らしいですよ。僕も好きですけど。でも、やっぱり、身長が潰れるほどのインパクトはないんですよ。まあ、大谷さんぐらいです。昨日も言い、あ、まあ、前も言いました。陰謀論の話をしている方は当日後の話ばかりになっているので、複雑になっているのではないでしょうか。ことの発端は X 氏がテレ朝関係者や番組制作者に合わせるために A 子、B 子、事務所の Y 氏でしたっけ ?M さんですね。日本代表を試合に呼び出して感染したってことから始まっています。そして試合後、選手人数参加、食事に A 子、B 子、X の連絡で参加。そして一旦別れる。その後ホテルで飲みがあると X 氏が連絡。伊藤トレーナー、X、A 子、B 子5名で部屋飲み。X 氏は退室。4人になる。その後暴行されたとの話。こんな流れだと思います。疑問なのは、なぜ X 氏は選手の食事に女性を招き入れたのか。その後、部屋飲みは X 氏の部屋で、なく、伊藤の部屋で行われたのか、なぜ X 氏は途中部屋から一人抜け出したのか。まあそこですよね。そのポイントですよね。私は X は A 子 B 子は自分のために用意されたと考えていたのではないかと考えます。なぜ選手の食事に誘ったのか。自分は有名人と繋がっていると大きく見せるため。なぜ部屋飲みは伊藤選手の部屋だったのか。実質だと女性と二人になる状況を作りにくい。女性一名を実質に残すのは不自然。そもそも伊藤のマネジメントをしている X 氏が試合後で疲れていて、翌日は自身がマネジメントしたテレビ収録がある伊藤の部屋で夜通し部屋飲みすること自体ありえない話ですが、軽く伊藤の部屋で飲み解散、 A 子なり B 子なりが X の部屋に来るって流れを予想していたのだと思います。 X 氏が購入した酒の量を借りて朝までは考えてはいないと思います。まあ4000円ですからね。1人1、2本ですよ、飲んで。また、伊藤への先制点ならトレーナーが邪魔です。変わった性癖がない限り、隣に知り合いが、男性がいることなんかありません。送るとしたら、年齢も若く、パーティー好きな陽キャの場合です。伊藤は自他共に求める陰キャと。で、これだから前も僕も言いましたが、言ってしまうと乱交なんですよね、そうなってしまうとね。だから、ハプバーみたいな状況になるわけですよ。もしそういうことをやってるんだったら、初めてじゃないじゃないですか、そんなのは、そんな性癖。昔から何回もやってるんだったら、もっともっとそういう人が出てきてもいいのに、この一回だけってのはありえないと思う。なかなかハードル高いっすよ、同じ部屋で。何人かでやるっていうのはね、結構な、本当に、百戦錬磨の、そういう変態ですよ。伊藤が部屋で飲み、頃合いを見て、女性は X の部屋って流れの方が自然です。それが何かの手違いでそのようにならなかった。その後接待されていない X から当然仕事がもらえるわけもなく、女性はお金のために伊藤にゆすりを仕掛けたら示談金、口止め料の提示があった。しかし女性側は欲をかき上乗せ始めた。伊藤側はそれを突っぱね、現在に至るって感じだと思います。最後に伊藤選手との代表復帰ですが、W 杯本大会までに間に合えばいいと思ってます。今回の予選はアジア枠も広がり、伊藤選手抜きでも予選突破できるでしょうね。そうなんですよね。そこがまたね、逆に今の状況でホームの試合に伊藤選手を呼ぶマスコミの下世話な取材などもあるでしょう。その方がリスクになると考えます。長文多分失礼しました。そうなんです。それもさっきの僕が言ったように、伊藤純也のメンタルの問題なんですよね。そうなるとね。多分、スポンサーのどうのとかそういうレベルの話でしょ？森保さんとか、あと JFA のね。まあ、多分森保さんは呼びたいんだと思うんですよね。やっぱ上の方からダメだっていう写真が来て、それはスポンサーの配慮へみたいな話になってるんだと思うんですけど、
まあ、そこはじゃあ JFA が説得したとして、スポンサーも OK ってことになったとするじゃないですか。でも、伊藤純也のメンタルが、いや、ちょっと今はってなってる気がするんですよね。なんかそれを加藤弁護士も言ってたじゃないですか。気にしてるって、みんなどういうふうに思ってるかって。まあ、なるでしょうねと思うんですよね。その伊藤純也のメンタルがそうなってる元ってのはマスコミなんですよね。あとまあ、関係ない人が、なんで出るんだみたいな苦情が殺到するんじゃないかとか、多分そういうことだと思うんですよ。だからそこから解き放すような状況に早くならなきゃいけないってことですよね。でですね、この話につながる話で、ちょっと僕は一つ、ちょっと腑に落ちた話があるんで、この方から、今朝来た。おはようございます。昨日も配信ありがとうございました。私のメッセージ、特に目新しい情報があるわけではありませんので、配信動画読み上げていただかなくても大丈夫ですので、念のために申し上げます。いつもお気遣いありがとうございます。元刑事の小川さん、小川さんって小川太平さんですかね。その小川さんが、行為そのものがあったという前提をまだ維持されているように思われているので、ちょっとね、それはね。この方の考察に全体的な指示はしてはいないんですが、昨日配信された動画8分ぐらい、X に近い人に取材したという話をされて、ああ、なるほど。X さんではないですね。U さんではないんですね。その近い人に取材した。で、以下のような話かと思う。最初は、A 子の社長の3人で話し合っていた。まあ、だからこの事件の話をですね。A 子が SNS 投稿をちらつかせた。ああ、伊藤純也にやられたって乗っけるよ、みたいな。まあ、嫌なやつですね。で、X は、そもそも自分が A 子を大阪に連れてこなければこんなことにならなかったわけなので、純也さんに迷惑かけれず、自分の社会的立場を守りつつ解決するために、純也さんに相談せずに100万円を渡してこの話を終わりにしてもらおうとした。だからこれは予想してたんですよね。最初の話、だから100万円で肩つくはずだった。でもそれで納得いかないっていう話になった。伊藤純也に相談してなかったと思うんですよね。マネージャーの間で内々で相談、内々で肩つけれる金額だと思ってたんですよ、100万だから。で、小川さんが X と A 子の間で何もなかったわけではない。という話をされており、X は A 子との間トラブルがあった。弱みを握られていたかもしれないです。最初の3社で話がまとまらず、その後 Y の登場、B 子の登場、告訴、週刊誌とどんどん現場とは関係ないところで話が進んでいったのかもしれないですね。と。最初はその X さんと、X さんの話を収める100万で、まあそこに弁護士も入ってたんでしょうけど、話がついたんですよね。事務所の社長とね。聞きつけた Y が、話を広げるため B 子もやられたって話になって、そして金額を釣り上げようとして、まあ、そこはそうだろうなと、大筋の見た方ではそうだなと思うんですよ。X がきっかけを作ったのは確かなようですが、このような展開を X が企てたとは考えづらく、見方によって X も被害者の一人、加藤弁護士はそのあたりも加味してプランを立てられたのでと思いました。正常に戻って後のことも考えて、今日業界のどの関係者との関係を悪くしない進め方、本当に賢いなと思います。あ、これからも配信を楽しみにしております。よろしくお願いします。でね、僕はここでちょっとふと思ったんですよ。何がそうなのかと、ちょっとここでちょっとなるほどなと仮説を立ててみたんですよ。小川さんが X と A 子の間で何もなかったわけではないという話もされており、 X は A 子との間でトラブルがあった、弱みを握られていたのかもしれないですと、これ、ね、ここね、仮説ですよ。X と A 子できてたんじゃないの？そこだと話しっくりくるんですよね。さっきの方もおっしゃってたけど、なんで X は A 子を呼んだと。じゃあ、週刊新潮をね、もう一回読み解いていくんですよ。その事件のことをね。最初の冒頭ですね。X さんが具体的に何の仕事をしてるのかはわかりませんでしたが、YouTube の動画とかを使ってスポーツ関係の仕事をしているという話でした。実際私は4月頃 X さんからある YouTube の動画に出演する仕事を依頼されてもいます。 X さんとはその後社長も同席し3人で食事したこともありましたと A 子は語ってるんですよ。だから4月頃から、まあ、X さんともともと知り合いだったんで動画の出演もしてたと。で、事務所の社長も X さんには過去にもタレントキャスティングで世話になったこともあって依頼を断りづらい関係にありましたとはいえ、無理やり女の子のたちを大阪に連れて行くこともできない A さんの言葉を伝えたところ、 X さんから純也がどんな女の子が来るのか楽しみにしてる、番組の撮影もありその現場に女の子の見学も名目で連れて行けると言われ押し切られてしまったんですと。だからこれを考えると、X さんは A 子を連れてきたかったんですよね、大阪にね。で、出会ってたのは、
もっと前、まだ3月から4月ぐらいにエイコと出会ってるんですよ。で、YouTube にも出たことは面識があるわけですよね。できてたんじゃないのと。関係あったんじゃないのかなと思うんですよ。そうするとしっくりくるんですよ。で、大阪に連れて行きたかった。部屋飲みに誘うじゃないですか。それも、エイコとはもう関係があるから、当然、また自分のところに来るだろうなと。早々に部屋に帰ったと。まあ当然もう付き合ってる。まあ一回やったから俺の女でしょうぐらいに思ってんじゃないのかなと思うんですよ、X さんも。だから、当然来るでしょうと。いうふうに思って部屋に引っ込んだのかなっていう、と思うとこの流れってしっくりくるんですよ。それなのに来なかったから、なんでって。なんでお前ずっと伊藤ジュニアの部屋にいちゃったのっていうところからちょっと、イラッときたっていう、違うでしょうっていう。しかも、寝坊して、仕事も紹介できなかったっていう。俺何やってんのよって、せっかく大阪まで呼んで俺やろうと思ってたのにみたいなところなのかなと。で、事務所の社長もその X さんと A 子の関係を知ってたんじゃないかなと。だから、まあ事務所公認で、仕事もどうせもらえるし、飲みに連れてったと。最初の話、最初のうち3人 X と A 子と、A 子の事務所の社長。三人で話してたっていうのは、やっぱもともと知ってるから、仲がある程度まとまってるから、関係性上も、本当は X は A 子とエッチしたくて、大阪に呼んだのにできなかった伊藤純也の家にいた。でも、A 子は急に伊藤純也とやったんで、みたいな感じのことを言い出した。何言ってんだって話になって、でも自分の下心からなってしまった大事なんで、X は100万円で、示談を持ってた。自分が自腹払えばいいや、それぐらいは。っていう話をやったのに、この A 子はちょっとずる賢い、やばそうなね、Y に相談したと。いや、もっと金取れよ。って話になって、まあ、そういう流れなのかな、ちょっと思ってきました。だからそう考えると、一番最初の取っかかりはしっくりくるんですよね。A 子と X が。まあ、そもそもできてたって話からいくと、なんか流れ的にスムーズかなと思ったりしてます。まあまあ、それ以降の話もいろいろ出てくるんで、一つ一つそのパーツを埋めていきたいなと思ってるんで、皆さんまた LINE お願いします。